ザアンサーは各スポーツ界を代表するアスリート。指導者らをスペシャリストとし。第一線を知る立場だからこその視点で様々なスポーツ界の話題を語る連載、ザアンサースペシャリスト論をスタート。女子ゴルフでツアー通算6勝を挙げた北田類、フリーがザアンサースペシャリストの一人を務める。2006年から10年連続でシード権を保持した実力者。 ゴルフ界のトレンドやツアーの評論。自身の経験談まで、定期連載で発信する。ザ・アンサースペシャリストロン女子プロゴルファー。北田るい、ザ・アンサーは各スポーツ界を代表するアスリート。指導者らを、スペシャリスト都市。第一線を知る立場だからこその視点で様々な、スポーツ界の話題を語る連載、ザ・アンサースペシャリストロンをスタート。 女子ゴルフでツアー通算6勝を挙げた北田ルイ、フリーがザ・アンサースペシャリストの一人を務める。2006年から10年連続でシード権を保持した実力者。ゴルフ界のトレンドやツアーの評論。自身の経験談まで定期連載で発信する。今回は原エリ花がブレイクできた理由。2020年原エリか。 日本ツームアツアーツーさんに3勝目を挙げた渋野日向子、サントリー畑岡奈社、アビームコンサルティングらと同じ1998年度生まれの黄金世代と呼ばれる学年21歳にしてブレークできた要因は何だったのか技術的に成長した部分はもちろん 美しいだけじゃない、プロゴルファーとしての魅力に迫る。ツアー屈指の人気選手となった、ラの魅力は、何なのか。新型コロナウイルス感染拡大の影響で3ヶ月遅れた、開幕戦で5位。8月の2。3戦目は、予選落ちしたが、10月の日本女子オープンで1年4ヶ月ぶりのツアーに勝目を挙げ、日本女子の、 一ゴルファーの称号を手にした。さらに20年最終戦のジェルピーがツアーチャンピオンシップリコーカップでは、初日から首位を譲らない完全優勝で強さを証明。2勝は共に国内メジャーと見事に飛躍した。それまでのシーズンと比べて最も変化した点について、北田はこう語る。パットではないでしょうか。 優勝した2試合を見ると、パットで耐えて、パットでチャンスをものにしていた印象があります。最終戦でも思ったのですが、これは外すんじゃない。と思う微妙な距離のパットを全て入れていました。腹の平均パット数、1ラウンドあたりは、日本女子オープンが27。25で、全体3位。最終戦は29。 零々で全体12位。しかし、年間では30。25で全体52位と、顕著な差があった。北田は3パットをしないためには、最初の長いパットで微妙な距離を残さないことが大切、と強調。さらに、不安定なパットが、ショットメーカーに与える影響について、こう説明した。 現選手はもともとショットがいい選手。ショットで大きなミスをした姿はあまり見たことがありません。どの選手でもパットでもったいないボギーを叩き、気持ちを整理できないまま次のホールに行くとミスショットにつながります。現選手は短いパットを外してスコアを崩していた印象があるので、 本当にそこだけですよね。それがうまくクリアできたイコール優勝だと思います。パッドが良ければ上位争いができる。北田は原の初優勝前から感じていたことだという。実は19年4月の富士山系レディス第2日に道区海でラウンド。身長173センチのダイナミックなスイングで飛ばし、 バーディーを奪う姿に、この子すごいなと第一二章を抱いた。一方、簡単にボギーを打ってしまい、まだプレーが少し荒いかなと感じた。この子はミスの幅が減ったら、シードも取るし、優勝もできるだろうなという目で見ていました。でも、順調ですよね。そこから順調に優勝して、メジャー二章ですから、 同組で回った約1ヶ月後にツアー初優勝。昨年、大きな飛躍を遂げた。ブレイクの理由は、パッドの成長だけではない。難しいコース設定。より実力差の出やすい4日間大会。格や賞金額も違うメジャーで2連勝。メジャーに強い理由に、やはりゴルフの時にいい表情します。 まだ若いけど勝負師のような表情。気持ちはかなり強いと思いますと説明した。海外で活躍へ。宮里愛から学ぶべき姿勢、自分のゴルフ人生を計算していた腹には面白いデータがある。昨年予選ラウンドの平均ストロークが72。5506で全体51位。決勝ラウンドは69。 5455で全体に今でアップするのだ。北田は予選を通れば、次は上しかないという気持ちでガンガンいける。選手からすると、まずは予選通過と思ってしまうのは、やはり嫌ですね。そこで思い切り行けないのかもしれませんとは明かした。ただ、腹のような爆発力のある選手に追われる立場は、 きつい。伸ばさないと勝てないというプレッシャーがありますと想像する。原は、国内男子ツアー歴代最多94勝の尾崎、マサ氏に指示している。北田は、影響は大いにあると思います。ジャンドさんに習いに行っている、女子プロは飛ばす選手が多いですよね。それがすごくいいことと、 プレースタイルが似たレジェンドに教えをこむメリットを説明。自身は飛距離で勝負する選手ではなかったため、通算31勝を誇る片山慎吾の合宿に参加した地域があった。アプローチなど小技の吸収に大きく役立ったという、結果を残した原は、今やツアー屈指の人気選手となった。 飛距離や高精度のショットだけでなく、笑顔やウェアなどルックスにも注目が集まる。見せることはプロに大切な要素の一つ。取材でも報道陣の質問に対し、自分の言葉で真摯に応じる。そんな21歳が持つ女子プロゴルファーとしての魅力について問われると、北田は熱弁した。手足が長くて飛距離も出るし、 綺麗。スタイルが良い。可愛い顔も小さい。もう完璧じゃないですかかっこ笑い。試合中。まだ少し幼い表情の中にも勝負師のような、キリッとした表情がある。かっこいいなと思いますね。ずっと見ていられます。自己プロデュースというのか。自分の見せ方を知っているのかな。 ゴルフの実力はもちろんですが、ちょっとした仕草は21、22歳ではないですね。選手として人を引きつける魅力。花があります北田は19年のあるツアーで、ラウンドリポーターを担当。腹の組をリポートしていると、コース脇にいる女性に目が止まった。パッと見たら、同じようなスタイルのお母さんがいて、 もう DNA だなとカッコ笑い。遺伝子レベルが違うと冗談まじりにとろ。ラが最終戦で優勝した際はツイッターで遺伝子レベルで最強と思わずつぶやいた。花があって、飛距離が出て、ゴルフがうまい。人気でますよと舌を巻く。そんなラには海外志向がある。 同学年の渋谷や畑岡は、一足早く海の向こうで優勝を手にした。原は、昨年12月の全米女子オープンで152位と、苦戦。将来的に海外で活躍するために。北田は、私はあまり海外経験がないので偉そうなことは言えませんが。まずは、言葉の壁ではないでしょうかと語る。それは、 ミヤサとアイさんを見てきたからだ。2005年の第1回女子 W 杯南アフリカでミヤサとおさんとペアを組んで優勝。当時19歳のアイちゃんはすでに米ツアーで戦うことを見据えて行動していたという。W 杯に同行した英語のできるマネージャーに今、なんて話したのとちくいち質問 外国人等の会話をすべてメモにしていた。した準備ですよね。海外思考があったので。まずはそこをすごく勉強していました。彼女の場合は頭がいいからそういうことも逆算して。自分のゴルフ人生の計算をすべてしていたのだと思います。用意できるのもある種の才能。自分のパフォーマンスを100%出すにはどうしたらいいか。 それを考えたときに、ストレスなく日常生活を送ることが第一条件だと思います今の国内ツアーには、横峯桜、上田桃子、有村地形など、海外経験の豊富な選手たちがいる。あとは海外に行ったことのある、先輩プロに話を聞くこと。色い々ろいろ経験している選手が、身近にたくさんいると、北田、 先輩たちが持ち帰ってきた財産を学び、その上で準備を進めることが大切だという。今年はコロナ禍で2020から21年の統合シーズンとなる。原の賞金ランクは詐欺初の賞金女王も夢ではない。北田はオフに長所を伸ばし、短所を減らす必要性を解き、彼女のゴルフはまだまだ進化の途中。 まだまだ上手くなれる。その過程で、実績も重ねているので、本当に楽しみですと期待を込めた。3月の、ダイキンオキッドレディスが今年初戦となる、国内女子ツアー。人気と実力を兼ね備えた日本女子オープン上は、どんな進化を見せてくれるのか。北田ルイ、ザンサースペシャリスト1981年12月25日、生まれ。 福岡市出身。10歳でゴルフを始め。福岡、沖学園校時代にナショナルチーム入り。2002年、プロテストで一発合格し。3年にプロデビュー。4年は、日霊カップワールドレディスでツアー初優勝し。年間3勝で、賞金ランク3位。5年には、宮里愛さんとペアを組んだ。 1> 第1回女子 W 杯、南アフリカで、初代女王に、6年から10年連続で、シード権を保持した。男女ツアーで活躍する、佐藤健はキャディと17年に結婚し、2児のママとして、子育てに奮闘中。次のオーディオビデオでお会いしましょう。